何から始める？さあ、どのメタリックチャイルドのところに行きますか？はい。では、どの武器を持っていきますか？今度の戦闘では、どの MC スキルを装着しますか？ここで待ってるから、早く戻ってきて！
リコアのインストール開始。はい、回復しました。になるよ。それにその人は君に。うむ、コアジェムエネルギーのことは気にしないで早く運ぶ準備をして。わかった。輸送装置の準備ができた。搬送するよ。ファンに任せておけば大丈夫です。では残りの生存者たちを探してみましょうか。悲しいことに私には記憶を消す機能がありません。すべてのことが昨日の出来事のように全部記憶に残っています。そんなことより今は私たちのすべきことをしませんか。情報タブのマップを見れば救出できる生存者たちの位置が表示されるはずです。助けられたらそれが一番いいのですが、判断はあなたに任せます。
ございます。
コンプリート。よっ。Thank you.
コアのインストール開始。インストールコンプリート。コアエネルギーチャージ完了。コンプリート。ピコピコヘルプ。
で来てくれるとは夢にも思いませんでした。ギガンティック、お久しぶりです。ロナが必死に私のところまで来ようとする姿をずっと見守っていました。私はそこで愛の偉大さを感じましたわ。ギガンティック、そんなことよりお味も私にくれませんか。ま、この宇宙船は地球に。もちろんです。私の一部であなたと一緒にいられるのであれば。あ、本当ですか。愛のためなんです。なんて素晴らしいのでしょう。でもこのコアジェムだけロナと一緒にいるのは嫌ですね。だからといって私が狭い研究室までロナと一緒に行くこともできませんし。コアジェムだけあればいいです。コアジェムでやるべきことが。私はいらないんですか。ただ私の中のコアジェムだけが必要なのですか。いや、そうじゃなくて。コアジェムを差し上げるよりもっといい案を思いつきました。あなたが私と一緒にここで永遠に暮らすのです。まずはどこにも逃げられないように手足は壊しましょう。手は愛を突き飛ばし、足は愛を逃がします。そんなものは私たちには不要でしょう。私だけをずっと見ていてください。どうな。うわー、絶対に勝たないと。どう。この MC
疲れ様。おかげで新しい施設を起動できるようになったよ。今回起動できるようになったのは、バーチャルルームで様々なテストが行えるバーチャルミッションという施設だよ。それって事故が多かったから使用禁止になってなかった？それが今は問題なく動作しているんだ。急に治ったの？どうしてそんな物騒なものを使わないといけないの？お化けに取り憑かれていたらどうするの？世の中には科学では説明できない不思議なことがまだまだたくさんありますから。おかしな話はそれくらいにして、今後のためにも訓練は必要なんだから、バーチャルミッションを活用しないとね。わかった。もしお化けが出たらすぐに逃げましょう。絶対ですからね。約束ですよ。